たアメリカ2011年第一四半期 GDP 改定値及び週間雇用指標が市場予想に比べて悪化したことを受けまして、81円台後半から81円台前半までドル安円高が進みました。ユーロはユンケルユーロ部議長がギリシャに対する IMF による融資に懸念を示したことを受けまして、大円いずれにたっても値を下げました。はい、佐藤さんに予想レンジ出していただきました。80円の90銭から81円の90銭ですね。ドル円では今日の東京動きありそうですか？そうですね、直近1週間はおおむね81円台後半が82円台前半の狭いレンジで揉み合いとなっていましたが、下回るアメリカ経済指標発表を受けまして、ニューヨーク時間にドル安円高方向にレンジブレイクしました。はい、本日は、ドル円が81円台を維持できるかに注目しています。はい、アジア時間は、月末を控えまして、実需筋の需給動向が相場に大きく作用する展開を予想しております。はい、そして注目ポイントではヨーロッパ諸国の財政問題ですね。ユーロ不安定な動き続けてますね。そうですね、今月に入りまして、ギリシャの債務再編に関する報道や格下げなど、欧州諸国の財政に関する懸念を副回避の動きが強まってきております。当局の財政問題への対応が未だ確定しない中、引き続き欧州諸国財政問題に関する報道に注目しています。はい、わかりました。佐藤さん、ありがとうございました。日経平均先、はい、おはようございます。今日もアメリカタイム終了しました。まずですね、ドル円のね、テクニカル分析をしてみたいと思います。今日はですね、15分足から見ると、88.3 ピップスですね。今日は久々に、動きましたね。まずアジアタイムで、円高に行きましてですね、一旦ピボットまで戻したところで戻り売りが入って、そこからこのブルーの 50MA をですね、頭を下げられながら、アメリカタイムで一気に、これ指標でしたよね。指標で、一気に、円高に進行しましてですね、下は81.1 ですね、まで行きまして、80.4 付近の S3 まで戻りましたが、そのまままた押し戻されて終了ということですね。 88.3 ピプスの値幅、そして1時間走り見ると分かるんですが、このトレンドラインね、ずっと引きてたんですが、トレンドラインの下限、そして 200M ですね、1時間足の強力な 200MA も、割り込んできてですね、指標を利用してですね、ちょうど割り込んで81円の前半までつけてきたというような展開になりましたね。途中このブルーの 50MA とボリンジャーミドル、そしてピボットでトリプルレジスタンスで戻り売りが入っているのが分かるというような感じですね。そして、4時間足で見るとですね、こんな感じになっておりまして、やはりですね、この82円の20銭あたりですが、結構抵抗体になって、まあ、ダブルトップといえばダブルトップですが、 200MA も、絡んでですね、戻りが売られてしまったという感じですね。これは4時間足でして、日足で見るとですね、こんな感じになっておりまして、やはり、この黄色のね、日足の強力な 200MA、 ブルーの 50MA などもありまして、押し戻されてしまい、ボリンジャーのミドルまで来たという展開ですね。これからボリンジャーのミドルを割ってくるか、割ればですね、もうそのこの辺の79円台とかですね、もう目指してくるんではないかなというようには思いますね。そうですね、80円割れも視野に入ってくるんじゃないかな、このボリンジャーミドルを割ればですね、ということです。そして商品ですね、ゴールドを見てみたいと思います。失礼。ゴールドはですね、今日は比較的ですね、穏やかだったような気がしますが、そうでもないですね。まあ、アジアタイムこそですね、上昇してきました。そこから売りが入りましてですね、S2 まで来ましたね。 S2 まで来て、ピボットまで戻して、また S2 まで行って、
まあ、乱高下を繰り返してですね、終了という感じですね。値幅的には 16.24 ドルということです。途中もこのブルーの50円目でね、頭を押さえられているというような形が、そしてここのブルーの50円ボリンジャーの上限、そして黄色200円目の トリプルレジスタンスで一回売り込まれているが、まあ、S1、S2 でですね、ダブルボトムをつけて上昇に転じているというような形ですね。なかなか分かりやすい展開でしたね。そして1時間足で見ると、月火水木でですね、ダブルトップをつけるような形で下落に転じているというような形ですね。これが1時間足でして、日足で見ると、まあ、ずっと陽線が続いているというか、まあ、上昇トレンドでしたが、1回一服しているというような形ですね。マーセリのピボットラインまで戻してきているというような感じです。これがゴールドでして、最後にユーロを見てみたいと思います。ユーロはですね、まずユーロ15分足から見ると、ユーロはもうアジアの寄り付きから一気に、これは、中国がユーロ債を購入するとかいう、買い支えるとかいう噂でずっと上昇してきましたが、1.42 ですね。1.42 と、これフィボナッチエクステンションね、161.8% のダブルレジスタンスをつけて、一気に下落と。そして 1.406、130ピップぐらいですかね、135ピップぐらい、下げて、ピボットでちょうど支えられて、まあ、あのアジアの寄り付けと、一緒になってちょうど全戻し行ってこいをして、ピボットで支えられて、ここから反発して、終了という感じですね。ブルーの50円目、手前で終了ということ。値幅的には 138.3 ピプス、なかなかですね、全戻しと行ってこいというね、典型的な相場になりましたね。これが15分足でして、1時間足で見るとこんな感じ、時間足で見るとですね、こちらのダブルトップをつけてですね、1.42 ですね。そして下落に転じているという、しかしピボットと、このボリンジャーの加減ですね、ダブルサポートで反発をして、ボリンジャーのミドルで終了というのが分かりますね。これが1時間足でして、4時間足で見るとこんな感じですね。4時間足的にはですね、ブルーの 50MA、ですね、そしてボリンジャーのミドルで行ったり来たりしているような感じですね。だんだんここ、狭まってきてですね、アメリカ3連休入りますんで、今晩注目ですね。これが4時間足でして、日足で見えるとですね、こんな感じになりまして、やはりですね、半値戻しまで来る、また黄色のね、200円分まで来るんじゃないかなと思ったんですが、届かずに反発をするような気配も考え、ありますね。まあ、あんまりこのボリンジャーのミドルを超えるまではですね、まだ戻り売りも入るかもしれないんで、この辺は慎重にですね、あの方向はあまり決めつけないようで見ていきたいなというように思いますね。そしてウィークリーで見るとこんな感じ、見事にですね、陽線の、まあ、下髭もついてですね、反発の気配もありますが、まだ上下に髭がある状態ですのでね、まだマーケット的にはね、迷っているような感じにも見えますね。というのが、テクニカル解説でして、またね、ブログ、Facebook、YouTube を見ると、まずブログはね、こちらね、左の一番上、デイトレーダー六沢さんのね、アメリカ株についてアメリカ時間だけですが、テクニカル解説やってますんでね、またあの20年近くのベテランですので、ね、やっぱり相場感とかね、勝負感、特に勝負感ですね。まあ、あの相場は本当にね、ギャンブルですからね、まあ、いろいろあのテレビでね、なんか経済のマクロ経済とかファンダメンタル語ってるね、
どっかね、いっぱい、まあ、そういう人がいろんなテクニカルの、ファンダメンタルの解説してますが、やはりトレーダー最後はね、もう勝負の世界ですからね、ギャンブルの世界と一緒ですから、そういうね、勝負感をね、やっぱり鍛えるのが一番いいんじゃないか。この人はもう本当にね、生え抜きでね、もう自分、独学でね、相場をね、勉強してきた人ですのでね、よく猛者手に出るようなね、それこそ、財務省からね、天下りしてね、JP モルガンでね、いくら給料もらってるかわかりませんがね、アメリカの本社のね、意向に従ってね、円高円高とか言ってるね、元天下り、アナリストとは違ってですね、毎日独学で勉強してですね、テクニカルで、トレードして、20年間生き残っている、人らの、解説ですのでね、非常に参考になるので、よかったら見るといいんじゃないかなと。また、YouTube もね、そういうね、テクニカル解説とか毎日ね、ビデオアップしてますんでね、よかったら見てもらうといいと思います。また福島もね、やっぱりね、福島の海外指揮者のね、見解とかね、結構参考になりますんで、ね、日本語に直してね、やってますんで、よかったらどんどん見て、やっぱりね、日本の、東大教授なんかもね、もうみんなわかると思うんですが、もう嘘ばっかり言いますからね、御用学者ですからね、マスコミなんかも絶対ね、自分のね、家族、ね、その職場でのね、やっぱ人間関係とかもありますからね、もう本当のことは絶対言いませんからね、自分の家族を守るためにね、職を守るためにね、マスコミも絶対本当のことは言いませんから。ね、そうじゃなくてね、しがらみも何もない海外指揮者のね、見解をね、聞くのが一番、参考になると思うんでね、よかったらどんどん見るといいんじゃないかなと、いいように思います。そして、この Facebook もね、こちらもずっとね、この、アリック・スピナーさんなんかね、イギリス人ですが、この人はもう本当に毎日ね、日本のデータを解析してね、ニュースを見てね、いろいろ喋ってますね、福島の話題とかね、すごく参考になりますね。よかったら見るといいと思います。まあ本当にこの IAEA なんかもね、やってますが、もうこんな人なんかね、もうこの人も結局、公務員です。公務員たちですからね、全く当てになりませんのでね、そうじゃなくて、こう、リック・スピナーさんみたいな、こういうね、もうタトゥーして入れ墨してますがね、毎日ね、日本のニュース解析してデータを見てね、いろいろ喋ってますんでね、こういう人の方がね、もうよっぽど参考になりますよね。よかったら見るといいと思います。そしてですね、まあそんな感じですね、まあ本当にね、最近はね、相場、3連休入りますんでね、今日あたりはもしかしたら落ち、あんまり動かないんじゃないかなと思いますが、気を抜かないようにですね、今週の負け、勝ち分をね、減らさないようにですね、慎重に落ち着いて頑張ってください。それでは失礼します。